では質問をお受けいたします。新聞ですけれども、はい、G20 迫ってきまして、規制の協力を呼びかける CM とかも流れ始めてますけれども、まあ、これからやっぱり市民の認知度っていうのを上げるのがかなり重要になってくると思いますが、現状いかがでしょうか。いや、認知度はだいぶ上がってきたと思います。この間の、あれメディアの調査ですかね、80% 以上の方がもうあの G20 サミットがを、ここ大阪で行われるということはもう。あの知ってるという人が非常に増えてきてます。まああとはあのご負担を多少ご負担をおかけしますが、ぜひご協力をお願いをしたいということを、これからも住民の皆さんに理解いただけるように丁寧にあの伝えていきたいと思っています。地元主催の歓迎行事ですとか晩餐会については、うん、詳細というのはいつ頃伝わるんでしょうか。いや、それはもうちょっとまたあの推進室からちょっと聞いてください。あの朝日新聞の朝です。あの G20 の関連なんですけども、あの昨年の台風で御堂筋のイチョウ並木だいぶ被害を受けたんですけども、それが、まあ、あの G20 までに復旧というんですか、あの植え替えが、まあ、間に合う見通しが立ったみたいなんですけども、そのご所感をお願いします。間に合わない。あ、間に合う。いや、だからまああの世界各国の方を迎えるにあたってね、あの台風被害をの場所を復旧できたと。で、まあ御堂筋はもうこの大阪市にとって顔ですから、こう復旧が間に合ったということで非常に良かったなと思います。他ございますでしょうか。それでは終了いたします。お願いします。ですが、堺市の長藤市長が、うん、市の推進本部会議に、まあ、秋までに参加したいということを、まあ、表明されていて、具体的にまずは、まあ、ベイエリアの活性化とかそういったテーマで、会議に加わりたいというような考えを昨日、会見で言ってるんですが、市長としては、うん、まあ、どういったテーマで堺も加えて広域戦略をまた話し合いたいと考えられています。まず観光戦略について堺も積極的に関与してもらって、今、まあ、大阪市内、非常にインバウンドのお客さんで賑わってますから、それを堺まで広げたいと思ってます。それからベイエリアについては、昨日もあの田中副知事と吉村知事とね、いろいろ話してたんですけども、うん、要は、物流の拠点としての機能強化、これを、まあ、これは、大阪港湾局ですけど、これまで吉村市長時代僕が知事としてさまざまな、港湾局構想を作ってきましたけど、なかなか前へ進みませんでした。今回堺も含めた物流拠点、これはもう釜山に負けないね、拠点を作りたいというふうに思ってます。で、これは今大阪府の方で、具体的なこう戦略、港湾戦略の青写真を、作っていただくように今話をしているところです。もちろん大阪市もそこへ入ってやりますから、堺市も堺仙北港ありますから、要は港湾のにぎわいだけじゃなくて物流の拠点としての機能もこれやりたいと思ってます。金まで言われてた港湾事業の一元化に向けて進んでいきたい、進めたいと思います。その具体的な、まあ、会議みたいなのを1回3人で集まってやるっていうようなイメージもある。これもだから福祉推進本部会議の中に港湾戦略というものを、こう議題の一つにしたいと思っています。水道事業の一元化についてはいかがですか。これはこれも吉村知事と僕とでずっとやってきた話なんで、今までは
事務組合の、トップの竹山さんが、水道企業団のトップの竹山さんが非常に、消極的でしたけど、これは今度は、長藤市長が、企業団トップになりますから、ぜひ、こう前向きな協議を進めていきたいと思っています。福祉本会議について秋までに長く開催したいと思いますけど、まあ、次まだですが、いつかこれに、これはちょっと事務方で調整してもらいますが、できるだけ、まあ、今長藤市長も就任したばかりなんでね、まずはもう内部いろいろと組織等々で固めていかなければならないところあると思います。まあそういうことも含めて事務方で日程調整をさせたいと思っています。質問ございませんでしょうか。すいません、先ほどの記者会見でもお話ししてましたけども、大阪選挙区での2人目、まあ、今日発表するかもという話だったんですけども、それが伸びた理由を教えていただけますか。だから、2人いるけども今これなかなかどちらという決めかねてるということです。いつ頃まで決めるとかというのはあるんですか。これはもう馬場幹事長のところ、馬場幹事長が、速やかに、まあ、今この2人と調整してます。やっぱり、まあ、甲乙はつけがたいんですけども、よりどちらが支持を得れるかなということを今考えています。2人とも手を挙げてらっしゃって、まあ、どっちにしようかいうことになってらっしゃる。3人は無理なんでね。ありがとうございます。そうないでしょうか。なければ終わります。